はい、皆さんこんにちは、吉野にまさです。いつも YouTube、Facebook などいろいろとね、見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらです。ちょっと珍しい。はい、カルビーポテトチップス、沖縄シークワーサー味125円。ミスソップさんで購入いたしました。シークワーサー自体は本当に好きですけどね。まあ特に、リキュールでね。あ、なんか、すごい酸っぱい。酸っぱい香りなんだけど、大丈夫かなこれ。大丈夫か。内容量、何グラム ?58 グラム。ちょっと多いね。ちょっと多いね。321キロカロリー。ちょっと多いね。ほう、なんか平べったい。珍しいな。たまたまでしょうね、これ。たまたまです。まあいいや、いただきます。いただきます。なんかね、なんかその柑橘系のものを食べてるなっていうのはなんとなくわかりますね。でもポテトの味で柑橘系って無理やりっぽくて、なんかポテトの味が勝っちゃって、なんか変な感じ。ただまあそのシークワーサーちょっと忘れて、一つの商品として食べると、こういうのもありだな。って感じかな。どうやろう。どうなの、難しいな、これ。なんか書いてある。じゃがいもの旨味を引き立てる沖縄生まれの美味しい秘密、沖縄県産シークワーサー果汁パウダーと石垣の塩。まあ、なんだろう。カレードリンクとか、コーラ豆乳とか、なんか、ちょっと、やっちゃったかな、みたいな、あるじゃないですか。そういう、やっちゃったかな、感はないですね。だから商品としては別に、いいかなとは思うんですけど。まあ、そんなとこですね。はい。ということで、ありがとうございました。夏っぽいですね。はい。今日ご紹介いたしましたのは、カルビーポテトチップス沖縄シークワーサー味、石垣の塩使用でございました。まあ、試しに食べてみるといいかもしれないですね、皆さんね。はい。ということでした。ありがとうございました。